ノダルクマリタシビリは、グルジアのリュージュ選手。2010年のバンクーバーオリンピックグルジア代表に選ばれたが、オリンピック開幕目前の2月12日の練習中、最終16コーナー出口付近で、超高速で、コース外に放り出され、鉄柱に激突し死亡した。冬季オリンピック中に命を落としたのは1964年の、 インスブルックオリンピックで死亡した、イギリス人、リュージュ選手、カジミエルシュカイスクジペツキ、オーストラリア人、スキー選手のロスミルーン、1992年のアルベエルビルオリンピックで死亡した、スイス人、スピードスキー選手のニコラ・ボシャテイに次いで、史上4人目となった。ソビエト連邦の構成国であった、グルジアソビエト社会主義共和国中部のボルジョミで生まれ、 幼少の頃からスキーをはじめとする様々な競技に親しみ腕を磨いたまりたしびりのリュージュとの出会いは13歳の時だった一方で彼は学業でも才能を発揮首都トビリ市にあるジョージア技術大学で経済学の学位を所得していた2008から09シーズンのリュージュワールドカップではシーズン55位となった2010年1月に イタリアの鳥の製法で行われたワールドカップのチェザーナパリオル大会では出場32人中28位となった。父親はグルジア流受協会の会長を務めていて、一家は経験がグルジア製教徒であった。ウィスラースライディングセンター。開会式でのグルジア選手団。2010年のバンクーバーオリンピックで自身初のオリンピック出場権を獲得したが、 2010年2月12日、竜樹競技会場となった、ウィスラースライディングセンターのコース最終コーナー、サンダーバードでソリのコントロールを失い、コースから放り出されて鉄柱に激突した。事故の瞬間、りた足ビリのソリはおよそ時速143.3キロメートルの超高速を記録していた。事故後直ちに応急措置が行われ、 心肺蘇生法も1分以内に行われた。ヘリコプターでウィスラーの病院に運ばれたが、そこでまりたしビリの死が発表された。まだ21歳という若さであった。この事故を受けて、グルジア選手団は、開会式の欠場や大会自体の参加を取りやめるか、検討したが、グルジアのニカルルアスポーツ文化大臣はチームが、オリンピックに泊まることを発表した。 事故死の直後に行われた、開会式では入場更新のみに参加。選手役員は長期を先頭に腕に模章をつけて、会場中のスタンディングオベーションの中を更新、入場更新が終わると式場を後にした。開会式終盤のオリンピック期慶応後に1分間の、黙祷が行われ、カナダ国旗と共に反旗とするなどの措置も取られた。 記者会見で涙を流す IOC のジャックロゲ会長。この時点で IOC のジャックロゲ会長は記者会見を開いたが、流ュ競技の延期や中止の可能性については明言せず、国際流ュ連盟が事故原因を調査した結果、コースの安全性には問題がないという結論に達したため、予定通り13日から競技を開始することを決定し、実施された。 その後、クマリタシビリの死は、コースの設計ミスではないと結論付けられたが、最終コーナーの壁を高くして、氷の表面部分を回収することが発表された。グルジア政府は、クマリタシビリの実家のあるバクリアニに、リュージュのコースを建設し、クマリタシビリを記念した大会を、毎年開きたいとした。のだるマリタシビリのごラリキってをイスラー市内の、 まりたしびりを記念した場所、ありがとうございます。